集をして1000万以上騙し取った詐欺が発覚したんです。15日、詐欺の疑いで逮捕されたのは、沖縄那覇市でゲストハウスパラダイス沖縄を経営する杉山文夫容疑者と、その知り合いの乳母の松文容疑者。狙われたのは、大手宿泊予約サイト、ジャランのポイントでした。その手口とは、ジャランでは新規利用者に1000円分のポイントを送るキャンペーンを行っていましたが、乳母の容疑者は、架空の個人情報を入力してジャランの利用者として新規登録、登録で獲得したポイントを使って竹山容疑者が経営するパラダイス沖縄を利用したように予想。大回しありました。足もじゃあ何か買ってきて、何か他にあった。タラとかけよかけない。タラ鍋。血圧上げる薬ってないんですか？それ飲めばいい。いや、まあそれはね、病院に費用いってあって家にはない。難しいからね、下げる薬はね。いいなおすけ。
Thank you.